今日のゲストはですね、東証グロース上場、証券コード、7066、ピアーズ代表の桑野さんでございます。ありがとうございます。桑野さん、3年ぶりです。3年ぶりですね。懐かしいな、なんかこの感覚ね。上場して3年経ちましたからね。上場されたのが、19年の6月。6月、はい。でちょうど、収録も放映も7月かな、はい、なりますんで丸3年。上場してどうすか、3年。いや、もう人生の中でなんか最も、もうハードで、ハードで苦しくて楽しい3年間でしたね。思春期の3年より大変だった。いや、全然大変ですね。今でも一番行き来してるかもしれないですけどね。そうですか、はい、上場準備のタイミングで当社のネクスト IPO クラブから入っていただいて、はい、でその後上場されてからも当社の IRTV とか、はい、上場企業クラブとかなので、はい、桑野さんと月に1回会わない月がないんじゃないかっていうぐらいですけど、今日はですね、はい、まさにその3年の間に僕も状況都度聞いてはいたりとか、うん、リリースでいろんな動きもちろん拝見はしておるんですけども、改めてこの3年間で、はいはい、結構変わってますよね。そうですね。そのあたりのところからまず聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、3年前まさに、2020年がコロナイヤーだったと思うんですが、はい、2019年時のピアーズの、ビジネスモデルといいますか事業内容と、はい、今、どういうふうに変わってきてるかっていうところから、はい、聞いてもいいですか。はい、その上場時の時はですね、分かりやすく言うと携帯ショップのお手伝いをしてたんですよ。人が足りないとか、ね、物を売りたいとか、うん、で通信キャリアさんのその営業みたいな部分を代行してたりしてたんで、うんうんうん、もうずっぽりその通信業界の販促支援、販売支援っていう会社だったんですね。うんうんうん、でその創業は全然今も残ってるんですけど、当時はそのコンサルティング売り上げがメインだった。人のトレーニングとか、まあ、あとはこう待ち時間問題とかね、どうすればそれをもっとこう良くしていけるかっていう部分のノウハウを提供してるっていうこと、うんうんうん、しかもこうリアルなんですよ、はいはいはい、店に行ってやってたんで、うん、僕らこれがなんか機動力が売りだったんですよね、うんうん、ただそれがもうコロナで行けなくなったんで、売り上げもまあ利益の構造も随分変わってきてるっていう状態ですね、うん、19年の6月に上場されて、はい、まあ、コロナがまあどうでしょう、だから20年の3月とか1年ぐらいで本業ピンチ、はい、そうですそうです。どうすんだってその時は思いましたよね。だって店行けないんだ、ね、行くなですよね、お店に、はい、でだからその時はもう案件が一旦ストップなんですよ、うん、で開けたらやりましょうだったんですよ。それが今度開けるのかっていう問題に変わっていくんですよね。でこれ僕はもう早々にこう無理だなっていう、うん、でまあ、3月ぐらいだったんで、うん、あと半分、うち9月決算ですから、はいはい、半分残ってるんですけど、これ3月まで実は絶好調だったんですよね、うん、上場修正なんかも出したりして、はいはい、まあ、上場効果ありましたよね。ありましたね、うん、で仕事も入り始めてたんですけど、うん、でもやっぱりその機動力に生かしたところが多かったんで、うん、それが一気に止まるっていう、かなりこう恐怖というか不安に苛まれながら、うん、もうでももうこれは無理だなって割と早い段階で、はい、まあ、見切りをつけるというか、そこは一つターニングボイだったかなと思いますよね、うんうんうん、店に行けないんで、はい、じゃあどうしようかって考えると、行かない方法で、まあ、店舗支援するしかないと、うんうん、今までやってたそのコンサルティングだったりトレーニング研修だったり、場合によっては人は送り込んでたりしてたんですけど、これが全部止まるんでどうしようかって。でやっぱりそう考えると、当時、まあ、Zoom とかが少しずつ、ね、オンラインミーティング入ってきたんですけど、オンラインでなんとか支援できないかなと。これ実はオンラインになる前から非常にその店に行くのにも時間もかかるし交通費もかかるんで、まあ稼働も大きいですから、なんかその辺をうまくオンラインとは交わせなんかできないかなっていうのはあったんですけど、そんなのはお客さんをオンラインでなんか対応するなんてなんか失礼だみたいなのも当時はあったんですよね。その風向きが変わってきたので、まあこういうタイミングでなんかオンライン化を進めていくのがいいんじゃないかなっていう話が実はこう始まりだしたのが、そのちょうど4月ぐらいだったんですよね。でまだその時はもう本当にトライアルだったんですけど、夏ぐらいですかね、もうボロいビルの一室で4席ぐらいから、オンラインで私たち今までやっていたところのサポートしますっていうので、オンラインの研修とオンライン接客をやり始めたっていうのがその当時ですね。今もう根付いてますよね。そうですね、ピアーズ社の、ビジネスとしても、はい、お客さん普通にそれで発注してきますもんね。そうですね、今はもうオンライン接客っていう言葉自体がもううちのちょっと代名詞に変わり始めてるぐらいがあるんで、
で我々もそのちっちゃかったところを今センターを3カ所ぐらいに作って、うん、でそこに今スタッフを置いて、うん、でそのスタッフが、まあ、店からつながったりお客さんからつながったりするところを対応するっていう、うんうんうん、なんか見た目こうコールセンターなんですけど、はい、やってる内容っていうのはやっぱりお店へのトレーニングだったりだとか、うん、まあ、お店と代わりにこうつないでお客さんを接客応対、うん、多分専門知識持った人間なんで、はいはいはい、そこをまあやっているっていうのが今現状ですね。あ、ははは。ちなみにあの、当時2019年の9月決算の業績の、はい、いわゆるその売上分布 と、はい、今期、今まあ進行期ですね、はい、どういうふうに変わってます？もう当時あったあのコンサルティングとか、うん、まあ、トレーニングがもう7割8割ぐらいだったんですよね。当時ですね、はい、うんうんうん、でそこで非常に利益率も高かったんですよ、はいはい、でもそれが今オンライン接客に変わって、うん、ここが今、まあ、4割ぐらいまで今あの売上規模もちょっと増えてきてるんですけど、その分が、うん、まあ、オンライン接客がトップラインを押し上げて、ただ利益率はやっぱり低くなってるんですよ。あ、そうですか、はい、で当時はそのオンラインでちょっと死にそうになる会社さんも、うん、結構いくつもあって、はい、そこはそこでなんとかお仕事を守らなきゃいけないっていうのもあったんで、うんうんうん、割とうち外注で仕事がなくなる会社さんと力を合わせてオンライン接客センターみたいなことをやり始めたんですけど、まあ増えてきたんで今少し内製化を始めていて、うん、少しずつ利益率が良くなっている、うんうんうん、そういう感じですね。特に今年ですかね、はい、打ち手打ちまくり、はいはい、で結構あのピュアに新規事業としては、うん、リモートワークボックス、うん、拡大しまくりこれ本当に思いつきで始めたところだったんですけどね。まあリモートワークする場所ないじゃんと、うん、で飲食店が、ね、どんどん倒れそうになってるじゃないですか。飲食店の個室ってなんか使えんじゃないのっていう、まあ、そのスペースマーケットさんとかね、ああいうあのスペース貸しのイメージでやればリモートワークスペースをもっと提供できるんじゃないかって、これをやり始めた。で僕らあの飲食店に実はあのキャッシュレスの加盟店開拓とかやっていたことが当時あったんで、それができなくなるのを、うん、じゃあこっちに切り替えようっていうのがスタートしたんですよね。お店のお昼の時間とか、うん、はい、自粛で閉まってる時に、そうですそうです、使わせませんかっていうのが最初の発案モデルですよね。そうなんですよ、うんうん、でそれでやってみたんですけど、結局お店の人がそうするといなきゃいけないってなると、ね、これはこれで閉めれないから、うんうんうん、じゃあその分部屋使ってもらって部屋代金でってこれ合わなかったんですよ、うん、でそれどうすりゃいいんだって言うと、僕ら通信業界で考えると昔電話ボックスあるじゃないですか。はい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 、はい、じゃあリモートワークするボックスあってもいいじゃないですか、うん、でこれをじゃあ有給スペースに置いて、はいはい、その、まあ、適度にこの密室な空間の中で集中空間として、まあ、仕事をしてもらったら使う人いるんじゃないっていうのを新宿でスタートしてみたら、かなり稼働率良かったんですよね。一歩入ったところとか、うん、こういうところに作るといいんじゃねえかっていうのを、まあ、あの考えて、はいはいはい、でそこから増やしていって、まあ、今は300以上になってますね。コナンさん、さすがだなと思ったのがピアスさん、まあ、あの営業開拓力やっぱりあられるんで、はい、まあ、上場してよりその上場効果もあって、はい、あの営業力強化されてると思うんですけど、その東急さんと提携したりとか、はいはいはい、スペースマークさんと連携したりとか、うん、あとカフェドクリエに置き、うん、ルノワールに置くっていう、うん、喫茶攻め、うん、そうですねよく置いてくれるもんですねって僕は思っちゃったんですけど、はい、なんか最初はおそらく向こうもなんとなくこうそれ置いてもっていうのはあったんだと思う。だから最初から引き上がったというか反応良かったわけじゃないんですよ、ね、そうですか。だけどあの入り始めたのが、皆さんがカフェスペースで隣に人がいるにもかかわらず、うん、リモートワークする人結構いるじゃないですか。オンラインミーティングされたりとかですよね。そう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 、ちょっと迷惑ですよね。そうなんですよ。普通にコーヒー飲んでる人からしたら、でコーヒー一杯で2時間3時間粘られても店も儲からないし、でやっぱり周りの人もこう気になったりするしって考えると、カフェにあるといいっていうところから、まあ、シンプルに、はい、まあ、つながりもあって、まあ、我々もともと名古屋企業の会社ですから、あ、まあ、カフェドクリエさんっていうところがまあ任意なんで、まあ、そこからちょっと喫茶店とかやっていこうと。まあ、そうするとスペース貸しやられてるところも割と興味持ってもらって、東急さんも割とスタートの方からね、あの検討はしてもらってたんですよね。あ、まあ、面取り合戦というか、はい、いろんな企業さんも、まあ、参入されてる部分もあると思うんですけど、うん、まさにこういうそのカフェとかと連携しまくったら熱いですね。うん、そうですね。あ、だまあ僕らボックス販売がメインというよりかは、置いて利用料でもらうっていう形を今メインにしてるんですけど、ただボックス販売も欲しい欲しいって言われるようになってきたんでね、他社さんもねあるんですけど、まあ、稼働率を僕らはまず重視してるんで、稼働のあるところで少しずつ伸ばしていこうかなっていうふうに思ってますね。名古屋の言う米田落としたいですね。本当ですよねなかなかブランド力がまずこも ね、 ね、あって難しいところもありますけどね。そうですね。 M&A、はい、3クォーター連発してますけど、はい、ここはですね、小田さんの第2話のところで聞いていきたいと思いますんで、はい、あの引き続きよろしくお願いします。はい。